久能城、または久能山城は、静岡県静岡市駿河区根小屋にある日本の城石。現在は久能山東照宮となっている。静岡平野に独立し、駿河湾に面した標高307メートルの宇戸山山中の一角、駿河湾に望む標高210メートルの塩根に立地する。古代から山岳寺院が開かれた場所であった。山城としては、 寸府市街や平野部が全く見えず、眼下に駿河湾を見下ろす場所であることから、もっぱら海上を監視するための城塞であったと考えられている。尾根最上部を平坦にして、車が配置されていたと見られるが、現在は、久能山東照宮となっており、日本大荒ロープウェイなども作られていることから、近世近代以降の改変が著しく、山城時代の以降は、 尾根西側の一部を除いて、あまり残っていないと見られる。追記年代は、武田信玄が、駿河信仰を開始し、今福と申きよ、虎公、昭和が、当地に入って苦能寺をよそへ移転した、禄十一年とされるが、これ以前の天文五年に起きた、今川宇治テルの後目、争い花相の乱の際に、現広江元武犯が当地を拠点としていることから、すでに、今川氏時代に、 山寺県城祭として機能していたと見られる。天正十年に武田氏が滅び、今福虎公が自陣。今福昭和も戦死すると、徳川家康の城となった。その後、源那2年に家康が死去し、ご病所となったことで城としての役割を終えたという。ありがとうございます。